こんにちは、ヨルです、えー。今回は、プロネーションを覚えよう。っていうテーマになります。はい。あの、プロネーションって何だっていう方もいるかもしれないですけど、今やったやつですね。えっ、ー、と、ボールをラケットで払って打つような感じ。払って打つような感じ。で、えー、ボールをします。で、これができると何がいいんだっていうと、まず速いボールを打ちやすいですよね。まっすぐこのまま、あの、ボールに対して振るよりも、 払った方が、ラケットっていうのは加速をしやすいので、速いサーブを打ちやすい。っていうのと、えっと、回転をかけてサーブするときに、あの、伸びのあるサーブになりやすいですね。例えば回転かけようかなと思って、こうなると、これ削るような感じ。削るような感じだと、回転は確かにかかってるんだけど、あの、棒に伸びが出ないので、ね、回転をかけつつも、あの、伸びを出したいなっていうときに、あの、このフロネーションがあるといいと思います。 あとはですね、あの、僕があの、サーブでこう、イップスっていう病気になったことあるんですけど、あの、イップスで悩む人っていうのは、削りすぎて、なんかボールが飛ばないとか、じゃあしっかり当てようと思ったらフットみたいになりやすいので、厚い当たりで転がすことができれば、あの、コントロールがしやすくなるんですよ、ね。なんで、サーブに悩んでるなという人も、あの、参考になると思います。はい。で、このプロネーション自体、この、ハラードですね。この、この練習方法が、 わかんないという方もいると思うんで、今回はあの、はい、あそこをお伝えしていければと思います。でまずですね、ちょっと何をやってほしいかというと、この動作がそもそもよくわかんない。なんかピンとこないんだよねっていう方もいると思うんで、まずはちょっと簡単なところから。あの、ラケットですね、まず短く持ってほしいですね。コンチネンタルグリップで短く持っていただきたいんですけど、短く持つと、こうやって今、ラケットを動かしてると、 グリップを動きますよね。この手を中心、手首を中心に、ラケットは今下に置いてるけど、グリップが上がってるよっていう状態。こんな感じで、えっと、ラケットでプロペラを作ってほしいんですプロペラみたいな感じ、はい。で、えっと、ラケットですね。前向きの状態で、肘を曲げます。今、えっと、フレームがこう地面側に向くような。で、この状態から、ボールをこうしてほしいんですこうやってほしいんですよ。体の前で肘が伸びます。肘が伸びた後、手首が回ります。そうすると、 下に向かって、横に向いてたラケット面が下に向いて打っていくと思うんで、こうします。で、この時に、えっと、今、グリップこんな感じですよね、これ。こんな感じで。プロペラのように、この位置で、打球する位置で、プロペラのように回せるかな。で、これを上ですると、そのままフラットサーブになるんで、そう思いながら見ていただければ。短く持った状態で、 プロペラです。この時に一度僕はやってるのは、高いところで腕が回りました。その時に、グリップはこっちに出ますよね。ラケットはこっち。腕が高いまま回そうとしよう。で、これでよく、この説明をしても、こうやって腕を落とそうとしてしまう方はいるんですけど、腕を落としちゃうと、回ったことによって飛んでるのか、腕を下ろしたことによって飛んでるのかよくわかんないので、できれば、 肘が伸びて腕が回った。この位置で打てるかなっていう場所を見つけていただければ。で今、あの、さりげなくやってるんですけど、これっていうのはですね、まずはね、あの、絶対近い距離でやってほしいですよね。あの、ネットの距離はすごく近くていいです。もうネットにこう、うベタ詰めでも変わらないので、近い距離でちゃんとこれができるかな。このあの、目に映るはずなんですよね。打球をした時に、くるっとこれ回った。 ラケット面とグリップが、くるっと回ったよね。これを確認したら、OK です。これ今、えっと、右を向いた体の前で、肘を伸ばして回しました。はい。この動作が分かってきたら、前にも言ったことあるんですけど、あの、サーブっていうのは基本的に、これ今、肩が止まってて、肘先と手先。肘が伸びて手が回ったよって状態なんで、えっと、これだけじゃダメなんですね。 これだけだと、打てるっちゃ打てるんですけど、あのあ、パワーが出づらいのと、これでパワーを出すと怪我をしやすいので、体の前にある右腕を、右肘を、こっちに持ってってほしいです。体の右に持ってきた。体の右に持ってきた腕を、前に持ってきて伸ばした後伸ばしたい。で、これも一緒です。あの、自分の視界に映ってる、目に映る範囲で、 ちゃんとこのグリップとラケットが入れ替わってるかなっていうのを見てほしいです。ラケット軽いと思う、んですよねラケットあの短く持つ軽いと思うんで、丁寧に、右腕を、あの、動かしていただければと思います。で、この動きが分かってきたら、もちろん長く持って、同じことできるかな。で、この動きが分かったら、徐々に距離を離します。 まだいきなりベースラインにはいかず、サービスラインで打ちます。サービスラインから、打てるかなこれができるかなあの、よくこう、自分の打ったボールが、入ったかなとか見ちゃうかもしれないですけど、最初じゃ見,見なくてもいい。というかあの、失敗しても構わないので、とりあえずこの、自分の目に映ってるところで、ラケットはくるっと回ってるかなっていうのを確認してほしいんですよね。はい、ここもできました。 はい、じゃあですね。最後に長い距離です。長い距離になって、ボールを飛ばしたいからといって、腕を振り回すわけではなく、できる限り同じ動きで、ボールを飛ばせないかなと思ってほしいです。ちょっと見えるかなもうちょっと距離が遠くなったとしても、距離が遠くなったから、よっしゃ、飛ばすぞーってなって戻ってちゃダメなんで、あくまでも、1、2、 三、四だ。そして1、一、二、三、四。この動きの中で、今みたいに失敗しても構わないので、ちゃんとあのサイズボックスの中に入るまで、動きを確認しながら練習できれば。まあ、こんな感じで、あの、地味な練習っていうのが、あの、ま、一番早いですよ、ね。結局上達に早いので、あのー、皆様の僕のこう動画を見ながら、 自分の撮影をして見比べてほしいです。一応正面からも撮るんで参考にしていただければ。腕がまだ高い位置にあるうちに、肩よりも高い位置にあるうちに腕を回します。で、下ろしていきます。丁寧にここを練習してやりた,たい。と、はい、にかくあの、ボールがもう最後めちゃくちゃ遅い。全然入らん。でも構わないので、この動きを保って、 野、あのー、球できるかなっていうところに、えー、注意をして練習をしていただければと思います。はい、そんな感じで、えー、参考になってた方は、えー、っといいねとコメントとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。そんな感じで終わりますあなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、えー、オンラインレッスンを立ち上げました、えー、今ですね毎月、えー、といろんな県から、えー、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、えー、たくさんいます。 で、えっと、そういう方はですね、どうしてもあの予定を組んで、福岡まで来て、えー、レッスンをしてっていうあの、時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、えー、始めました。今、えっと、全国にはあのたくさんあの悩んでる方がいます。テニスもっと早く状態できないかな、今、自分はどういう状態なのかなっていう方がたくさんいるんで、えー、そういう方を救いたいと思って、えー、作ったので、気になる方は、うん、詳細はです、ねえっと、概要欄に載せてるので、えー、ぜひ見ていただければと思います。 ざっくり言うと、えっと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあサーブならサーブ、なんでもいいですけど、えっと、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、えっと、課題を伝えます。で、課題を伝えて、改善するためにはあの、どうしたらいいのか、練習方法などでも、えー、お伝えしていこうと思っているので、まあそういう形を、えと、ー、っています。本気でうまくなりたい。もう自分は、あの、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだ、っていうのが、えー、わかんない方たくさんいると思うんで、えー、っと、そういう方を救えればと思います。 はい。そんな感じで、えー、気になる方は、えー、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。